こんばんは、おもちゃんです。今回はですね、仮面ライダー龍騎サバイブです。2002年ですね。でですね、これにはねカードがついてきます。ほら、3枚ついてきてますね。この当時のここに穴がねあるんですよ。それぞれ違う位置に。これで要は読み込ませるんですよね、武器等に。こういうカードがついてくる。それとですね、2002年なのでこんなねチラシが入ってきてたんですよ。ハリケンジャーの時代なんですね、こういうふうに。こういうチラシが入ってる。プレイステーションのやつですね、これね。でですね、このよいしょ、これなんですけどね、これね、最近のやつもよく見かけますよね、こういう風な可動式の、こういう風に持ってる人はね、あ、そうだそうだと。最近のタイプの、まあ非常に稼働します、非常によく稼働します。ここもね、こういう風に。ただですね、これね違うところがあるんですよ。まずちょっとね、銃をちょっと、この銃を、この突起があるので、このベルトのね横に、両サイドにね穴があるんですよ。ここにはめることができます。まずこのように、そしてこれね、これ最近のですね。あ、ほんと、そうだそうだ。大きさがね違うんですよ、でかい、こっちの方が。ちょっとね、ちょっと遠目であれしたらいいかな。こう立たせると分かると思うんですけどね、大きさが違う、かなり違うんですよこれ。ただですね、この時代のやつの方が、ここね、ベルトなんか見てもらうと分かるけど、塗りが細かい。こっちは塗ってないですよね。顔の塗りなんかも。後ろなんか見てもらったらよく分かると思うけど、塗りはこっちの方が細かいですよね。大きさに関してはね、ちょっとね、小ぶりなんですよね。で、このね、ちょっとでかいやつ、このでかいやつがねバイクになるんですよ、これが。ちょっとやってみますね。ちょっとねでかいので、カメラの位置とかがね映ってるかな。それでは行きます。ちょっと映ってなかったらまた撮り直せばいいだけの話なんでね。ここ開けます、まず。でここにですね、こういうふうにタイヤが入ってます、前輪。これを起こして、で肩の上げて、ここのね腕をこう前輪にはめるんです。こういうふうに、そしてこのヘッドの部分なんですけどね、このヘッドもね口ちゃんと開くんですよ、これ。映ってないか、こういうふうに口、でこのヘッドの部分をスライドさせる、こうスライドさせて起こすんですね、起こす。そしてここの
畳んで持ってくる。この状態がバイクの状態で、このタイヤがあるので、これね、またこの車輪の出した状態で、まあ走らせられるということもできます。で、通常はね、これをさっきの状態にして、この状態でという感じですね。今日ね、かっこいいですね。ちょっとでかいんだよね、この後ろの方がね。でもまあ立派ですよね。これまで、何でしたっけ、龍騎や仮面ライダーいっぱい出てくるので、こんな感じのまだあるんですよね。また出てきたらね、レビューしたいと思います。それでは。